はい、ではこちらの文献について長岡技術科学大学の自然言語処理研究室の稲岡が紹介します。とまずこ この、まあ、論文の、まあ、アブストラクトについて、まあ、簡単に説明すると、あのまずこの、まあ、論文ではその話者一貫性っていう、まあ、特に、まあ、対話であったりの、まあ、タスクにおいて、まあ、問題となるその問題について、まあ、扱うその応答生成モデルというものを提案しています。で、そのためにその話者に関する、まあ、経歴やスタイルといったような情報というのを入力に付加するモデルとなっています。で、その今回提案したモデルについて提案されているモデルについて、まあ、パープレキシティとあとブルーの両方で評価をして、それぞれ性能が向上したという結果になっていて、また一人評価を行った場合行った結果でも一貫性において性能が向上したというふうな結果になっています。とまずこの背景について説明します。とその対話システムっていうものをその対応の、まあ、人間と人間 その対話のデータから、まあ、自動で構築するっていうような研究っていうのが注目を集めています。でその際にその対話 そのシステムを作る際にその使用する、まあ、データセット、まあですね、訓練特に訓練データの中 その代表的な返答、まあ、よくある返答みたいなものをその対話システムでもその典型的な、まあ、例みたいなその典型的なその音っていうのを返してしまうような傾向があって、まあそうですね、その理想的な対話システムとはちょっと離れているっていう問題があります。まあ、そんなんでそうなるかっていうのが、その、そういう代表的な、まあ、訓練データによくあるような返答っていうのが、まあ、実際に、まあ、システムにそのが出力する際にその、まあ、誘導が高くなるようなものになっていて、まあ、そういうのが優先して出てきてしまうっていうような、まあ、問題があります。ただその他にもその過去の返答と、まあ、比べてみて、まあ、矛盾しているような返答っていうのが返してくることもあります。まあ、例えば具体例で言いますと、まあ、そうですね、あの、まあ、この右のが、まあ、例なんですけど、例えば上の例とか、まあ、どれもそうなんですけど、どれも同じことをなんか別の文で聞かれている例になっていて、まあ、一番上だと、まあ、どこ、まあ、住んでるかっていうので、まあ、ロサンゼルスってあるんですけど、また下はまた別の答えになっていて、まあ、ともが別の場所になっているっていう、まあ、こういった矛盾した回答っていうのが、まあ、他の、まあ、先生出生地とか、まあ、年齢とか、まあ、あらゆる質問で矛盾したような返答が起きてしまうっていうような問題があります。でそこでこの本論文ではその一貫性、まあ、要するに矛盾しないような一貫性のある回答や、あと、まあ、そういうその対話する人間の個性っていうのをちゃんと反映させるっていうような問題について取り組んでいます。と、まあ、この研究に、まあ、関連する研究として、まあ、こちらの、まあ、この3つ以外にもあるんですけども、さまざまな、まあ、挙げられていて、まあ、その中の、まあ、代表的なものを、まあ、ここに載せています。まあ、まずその、まあ、対話システムを構築する際にその人間がその人間によるその、まあ、膨大な対話データっていうのから、まあ、自動的にその対話システムを構築するっていうのを、まあ、最初に、まあ、考えたというされているのが、まあ、この一番上の、まあまあ、研究で、その問題を、まあ、統計的解翻訳の、まあ、SMT の問題として、まあ、入力をと、まあ、出力を、まあ、本来と、まあ、現言語と目的言語みたいな感じの使い方のはずなんですけど、まあ、こう対話に応用させてタスクを行うというような研究だったりとか、あとはそうですね、あの直近の、まあ、対話だけじゃなくて、その過去にどんな会話がされたかっていうのを、まあ、反映させたような出力をするために、まあ、階層的エンコーダーデコーダーモデルっていうものを提案されていたりとか、あとその対話のシステムの出力として、まあ、典型的なその応答っていうのを返答っていうのをの割合を減らすために、まあ、これまで、まあ、一般的に用いられてきた、まあ、誘導、まあ、最大化、まあ、最大誘導のものを取っていくのではなくて、まあ、総合情報量っていうものを目的関数として利用して、まあ、そういったような出力を減らそうっていうような提案が過去にはありました。でこの研究での提案モデルっていうのがこの図で表されていて、まあ、細かく説明していきますと、まずこの左側が、まあ、エンコーダーですね。あの、まあ、このタスクだと、まあ、シーケンス2シーケンスのタスクになっていて、まあ、いわゆる、まあ、一般的な、まあ、LSTM を用いた RNN を、まあ、エンコーダーとして用いています。まあ、このエンコーダーのあの RNN の最終の出力っていうのを、まあ、高段のデコーダーに渡しています。で次が、まあ、デコーダーの説明で、まあ、こちらも、
大体はその、エンコーダー側と同じ ASTM を用いた RNN で作られていて、そのレコーダーの RNN の入力っていうのがそのエンコーダーの最後の出力、最終の出力っていうものをレコーダーに入れていて、のがまあそうですね、この構造で、この研究で提案されている一番大きな点っていうのがこのデコーダー側の RNN の入力っていうのに、本来だと出力した単語だったりとか、あとそうですね、一番その先頭の単語だとエンドムセンテンスっていうのを入力するっていうのが一般的なデコーダーなんですけど、それに加えてスピーカーエンビディングっていう話者の埋め込みベクトルっていうものを追加で入力するっていうのがこの提案モデルの一番大きな特徴です。で、入力、そのスピーカーエンビディングはその入力する際は、その前の単語との、エンビディングと、単純な加算によって入力をしています。で、この論文で提案しているモデルが2つあって、先ほどの、図っていうのがの両方と、そうですね、っていうのが、スピーカーモデルって呼ばれるモデルが先ほどの図の、モデルになっていて、こちらは返答者の個性、要するに1人、実際にその返答を返す人の個性のみを考慮して、スピーカーエンビディングを入力するっていうようなモデルになっていて、もう一つがその対話なんで2人ですね、2人それぞれの情報っていうのを入力するっていうふうになっているモデルがこの2つ目の方で、2つをどうやって入力するかっていいますと、この一番下にある数式でその、本来だとその、VI っていうのが、いわゆる1人分のスピーカーエンビディングなんですけど、それに加えて、もう一つ V っていうものを、足して、それをまとめて、VIJ っていうのを一つの、スピーカー下の方のモデルにおける、スピーカーエンビディングの入力としています。で、次にこのモデルから実際に返答文を出力する際に用いるそのリランキングという特別なリランキングを行っているので先に説明します。とこのモデルでその返答文を出力する際にはビームサーチを用いて返答文を出力するんですけど、そのビームサーチを行う際にその本来だと誘導っていうのを指標にリラン高い順に取ってくるっていうのが一般的なんですけど、この論文ではこの上の式、式11、この式に従って、これが大きくなるようなものを優先してその選択するっていうようなことを行います。でこの式について簡単に説明すると、まず1項目は一般的な誘導で、2項目がそうですね、ある返答文が与えたときにその元その返答文を返す元となった枚数26文ですねが出てくる、確率っていうものを入れています。これによってそうですね、典型的な出力が出ないようにしている項ですね。で3つ目がこれは単純に返答文の長さになっていて、これも単純な例えばはいとかいいえみたいな短いのではなくてちゃんと長いのが出てくるようにっていうのを意識したような項になっています。後ろ2つについては調整のパラメータがついていて、このパラメータを調整するといったようなことになります。で、この式に従ってビームサーチにおける候補をリランキングして高いものを取ってくるといったような方法になります。でこの研究で用いたデータセットについて説明します。まず1つ目がこちらのツイッターペルソナデータセットっていうもので、ツイッターの全データのうち6ヶ月分のデータを使って、その中からその期間の中で60回以上3ターンの会話をしたユーザーっていうものを取っていきます。より会話に積極的なユーザーっていうふうにして、そのユーザーを使って、それらのユーザーによって行われたその6ヶ月間の間に行われた会話っていうものを、このデータセットとしてまとめたっていうことになっています。で、この中のその集められたその会話に積極的なユーザーによるそのこの7月から3ヶ月分のデータっていうのを開発データと検証データとテストデータっていうテストセットっていうふうにしてそれぞれ分割して実験を行っています。
で、このデータセットの中にはその返答者のスピーカー ID しか入っていなくて、その、2人分入っていなくて、入っていないので、その先ほど説明した2つのモデルのうち、上の方の、いわゆる普通の、スピーカーモデルにのみ利用しています。次がもう一つがそのツイッター、これ総動議でいいと思うんですけど、のデータセットっていうのも使用しています。これは過去の研究で使用されているデータセットで、従来の最先端のその研究と比較するために使用しています。特に今回は評価だけしか行わないので、テストセットのみ使用していて、その2114組の会話データっていうのを実際に使用しています。で、これは先ほどのデータセットとは違って、リファレンスが10個あってあるので、そのブルーで実際に計算するときもその10個を使用するので、そのブルーの比較っていうのがちょっとできなくなっていて、このデータセットを使用したとき、ちょっとブルーが大きくなるっていうような傾向になります。で、次が、テレビの字幕を用いたデータセットっていうのを用いていて、こちらはですね、この2つのテレビシリーズの字幕っていうものを使用していて、その中に登場する13人の、その、この7万組ぐらいの会話のセットを使っています。その中で2000組ずつ開発データとテストセットとして使っていています。ただモデルの学習においてその7万組っていうのはちょっと少ないっていう問題があって、それをちょっと解決するために、その上のとは別にオープンサブタイトルズっていう、その様々な映画やテレビシリーズなどのノイズ、字幕のデータセットっていうのを使用しています。こちらはそのノイズを含むっていうふうに指摘が研究されています。で、この大量の字幕のデータセットを用いて、そのシーケンスシーケンスの学習をあらかじめその下のデータセットで行っていて、それからそれを行った後に今上のデータセットで実際に学習を行うっていう、いわゆるドメイン適用と言われるものことを行っています。で、学習の詳細はこちらに挙げる通りになっていて、そうですね、先ほど説明したビームサーチのサイズは20っていうふうになっていて、あとそうですね、ドロップアウトレートっていうのはこの研究の前の研究では持ち合えてなかったんですが、ここではこの研究では新たにドロップアウトレートっていうのを設定して学習を行っています。で、結果がこちらになっていて、こちらは過去の研究との比較っていうふうになっているんですけども、その一番上の MT ベースラインっていうのが SMT の手法で、その下がその過去の論文で挙げられている、ステートオブジアートなその手法の結果で、その下がこの論文で構築したデータセットを用いて学習させたモデルです。なんでこの その2つ目と3つ目っていうのはその手法は同じなんですけれども、手法が同じで、学習のデータセットが違うけども、そのテストのデータセットは同じっていうようなものですね。で、これを結果を見るとそのデータセットが違うことで、ブルーの値が大きくなっているというのが分かりまして、これはこの大きくなった原因としてはその まずコーパスの規模が大きくなっていて、あと過去の研究で用いられていないドロップアウトレートを設定していくことであったりとか、あとそのより対話に積極的なユーザーのツイートのみを集めてきたっていうような改善っていうのが、その理由、そのブルーが大きくなった理由として考えます。で、次がそのツイッターピルさんデータセットを用いた場合での評価で、この MLE っていうのが、先ほどの、誘導最大化のによってその文を生成した場合で、 MMI っていうのがそのですね、先の数式で説明した、よりその典型的な出力が出ないようにするっていうような手法ですね、の結果になっていて、
まあ、あの今回提案保有されている、まあ、スピーカーモデルっていうのが、まあ、それを用いないスタンダード LSTM に比べて、まあ、MLE の場合も、まあ、MMI の場合もどちらも、まあ、あのブルーが向上しているということが分かります。で特に今回提案した手法っていうのがより MLE の方により有益な手法であるのではないかっていうふうに言われて書いています。で次があの字幕のデータセットを用いた場合での評価で、こちらにおいても、まあ、スピーカーモデルと、まあ、スピーカーアドレスモデルのいずれにおいても、まあ、ブルースコアが向上しているというような結果になっています。ただこの2つの提案している2つのモデルの間にそのブルーでの大きな違いはないというふうな結果になっていて、まあ、その原因として、まあ、これ挙げられていたのがその、まあ、2人分のその、まあ、マシャのパターンっていうのをがうまく取れるほど、まあ、データセットが大きくないっていうのが原因として挙げられています。で次にその各そのデータセットによってそのパワープリキシティがどれだけ変わるかっていうのをここで評価していて、上がツイッターというそのデータセットの、まあ、開発データで、下が、まあ、字幕データセットの場合になっていて、まあ、字幕データセットの方がパーフェクシティが低くなっているということで、まあ、良いということなんですけどもなっていて、まあ、それの原因として挙げているのが、まあ、ツイッターの方データの方がちょっとノイズがあるのではないかというふうに書いていました。で次にスピーカーモデルの評価というのを行っていて、そのスピーカーエンビディングにランダムに10人の情報を入れて、あ10人のエンビディングを入れて、まあ、それぞれどう結果が変化するかっていうのをここで見ています。で、この結果、まあ、どれを見ても分かるようにそのベースラインに上げられているのは、例えば一番右のウェアイズ・ユア・ホームタウンの、まあ、返答に対して、まあ、I was born in Canada っていうのはそのデータセットにより多く含まれる返答、まあ、データセットにはカナダっていうのが多いから出てきているっていうふうになっていて、ただこうスピーカーエンビディングを、まあ、今回の提案したモデルで、まあ、スピーカーエンビディングをそのいろいろ入れてみると、まあ、結果がそう結構バラバラになるっていうので、うまくその個性っていうのが反映されているんじゃないかっていうふうな結果になっています。で残りの2つに関してもこの赤のこのハッシュ記号のところ以外は、まあ、うまくそのこのモデルの意図したような結果になっているっていうふうになっています。で次にその2人 のスピーカーエンビディングを、まあ、その応答返答者だけじゃなくてその2人ですね、対話なので2人の両方とも そのスピーカーエンディングを入れた場合の評価っていうのをここで行っていて、これのデータセットはあの字幕データですね、やっていて、ですね、返答者に、よりそうですね、敏感な強くなっているっていうのがその実際単語で分かっていて、そうですね、このその文の最後に、まあ、人の名前が入っているんですけども、人の名前とかが入っていて、まあ、これがちゃんとスピーカーエンビディングの情報と、まあ、うまく一致していて、まあ、うまくちゃんとモデルが反応して動いているっていうことが分かります。でまたその下から2つ目のこの例についてもちゃんと性別っていうのがうまく分かっていて、そのヒムっていうような単語が出力できているっていうような結果になっています。次がその、まあ、一貫性の評価、一緒で評価によって、まあ、一貫性について評価している結果います。でその一人評価の方法としては、まあ、クラウドソーシングを用いて、まあ、一貫性の出力の一貫性を評価していて、まあ、実際その、まあ、本来だと、まあ、スピーカー各話者が、まあ、どこに住んでいてっていう情報を見て、それと出力が、まあ、矛盾していないかっていうのを、まあ、本来見るんですけど、ちょっとクラウドソーシングだとそこまで、まあ、貸すのがちょっと大変っていうことで、まあ、単純に出力が一貫しているかどうかだけを評価しています。でその評価の結果、そのベースラインと比較して、評価の際はそのベースラインと、まあ、
今回の提案したモデルっていうのを比較して、まあ、よりその例えばプーさんその今回の提案したモデルの方が一貫しているっていう場合は、まあ、2を入れて、まあ、やや一貫しているの場合は1っていうふうにして、まあ、同じの場合は0っていうふうな評価を行っていて、まあ、そうですね、あ、比較によってまあ評価を行っています。でこの評価っていうのは5人で行っていて、まあ、平均することで評価を行っています。で結果としては、まあ、同程度っていう場合がっていうのを除くと、その残りのうちの 56.7% においては今回提案したモデルの方が、まあ、一貫しているであったりやや一貫しているっていう判定が行われていて、そのやや一貫しているっていうのを除いたとすると、その残りの事例のうちの 6.1% がその今回提案したモデルの方が、まあ、いいっていうふうになっていて、そのベースラインの方は 1.6%なっていて、まあ、その今回提案したモデルの方が一貫性において高いっていうような結果となっています。まあ、こちらが実際の出力の事例になっていて、そうですね、まあ、WeIsy はホームタウンのっていうのと大体似たような、まあ、大体とそうですね、似たような質問がされていて、ただちょっとそうですね、ホームタウンであったりとかシティであったりっていうような違いはあるんですけども、まあ、この4つの出力の、まあ、どれも特に矛盾するような出力ではなくて、まあ、一貫性があるっていうふうな結果になっていて、まあ、下の2つも同様ですね、特にその矛盾していない一貫性のある出力っていうのが得られています。次はそうですね、この質問で、まあ、ウィミッチシティだったりとかカントリーっていうようなちょっとそのカテゴリーが異なるような質問に対してもうまく判別して、国を聞かれるとちゃんと国を答えるっていうような出力がちゃんとできているっていうのが分かります。で、結論としては、まあ、今回提案したモデルがそのブルーだったりパープレキシティだったりにおいてその、まあ、より良い結果を得られているっていうのと、あとまあ一貫性についても一人評価でベースラインを埋まる結果が得られているっていうような結果になりました。で、今回の実際のスピーカーアドレスモデルにおいて、まあ、効果があるっていう結果が得られているんですけども、まあ、その結果からその対話システムの入力には2人分の情報を入れた方がいいっていうような結論になっています。と以上で発表を終わります。